倍の 40g ぐらいのお湯をまずかけてあげます。ちゃんと全部粉が触れてる状態ですね。でボコボコボコ今出てますけど、ガスがこれで切ったところが大体平均で30秒のことも多いので、よく本にも30秒って書いてあります。ほぼほぼ終わりましたね。で中心から徐々に周りにかけてます。もうどんなにこう慎重にかけてもいいですけど、周りがどんどん崩れてるの分かると思うんですけど、なのでも浅いの時は周りまで行っちゃうと。今これ蒸らし含めて今2回目入れました。で次3回目で、まあ、中層を入れるって感じですね。で浅いりはちょっとですね、豆が重たくて下に沈むので、ちょっと高めから豆をかき混ぜる感じですね。あとコーヒーはこう乗せるようにとか言うんですけど、あれは結構深入りとかが相性が良くてですね、浅入りの場合はどんどん下に沈んでるので、優しく乗せてると上だけがお湯の層になりやすいので、ちょっと高めからしてこうかき混ぜるような感じでやった方がより引き出しやすいですね。